皆さんこんにちは、今日はですね、私のソロコンサート、足を運んでいただき本当にありがとうございます。さあ今回のサードコンサートなんですけれども、たくさんですねグッズを作っていただきました。ありがたいことに。なのでちょっと紹介をしていきたいなと思います。こちら T シャツです。じゃん。はい、今回はですね M サイズ、L サイズの2サイズ展開になっておりましてね、どんな体型の方でも着れるんじゃないかなと思います。そして青いですね。今回は、全体的にグッズもタオルもそうだし、ペンライトの文字もなんですけど、夏じゃないですか。なので、青を中心にグッズを作ってみました。ぜひこれを着て今日は応援してください。続いてはですねタオルなんですけれども、こんな感じです。じゃん。はい、こちらも T シャツと同じく青になってます。そして今回のコンサートで結構使われているこのロゴですねも大きく入っていて、サードコンサートっていうのと日付もちゃんと入ってますね。はい、じゃあタオルぜひ掲げて応援してください。続いてはですねうちわなんですけど、見てください。今回大きいんですよ。ジャンボサイズです。いつもよりも一回り大きいんですね。こうやって見てもらったら分かるんですけど、分かります大きさ。実際ありますからね、今売り場ですもんね、ここね。そう、手に取ってもらえばこう大きさも分かると思うんですけど、で今回はなぜかこれだけ春っぽいですけど夏なのに、そうお花で可愛くしてもらいました。私の顔がバーンと出てるので、ぜひ振りかざして会場を私でいっぱいにしましょう。今回グッズとして販売するのは、2回目になるのかな。こっそり、出てたことがあったんですけど、スマホケースがですね今回作ってもらいましたね。こんな感じのデザインになってます。じゃん。かわいいですか。かわいいですか。私はかわいいと思って、そう色とかをちょっと落ち着けてデザインはちょっと可愛くしたかったんですけど、男性の方でも使えるようなこれは色なんじゃないかなと思うので、ぜひ普段使いしていただきたいなって、私のイベントに来る時だけ付け替えたりせずに普段から使ってほしいなと思って色を落ち着けたので、ぜひ皆さん使ってください。でこれシールタイプになってるので、こうどんなタイプの、スマートフォンでも使っていただけます。こうスライドさせると写真もちゃんと撮れるので、ぜひ皆さん使ってください。はい、次はペンライトです。じゃーん。はい、これはあ、ついた。お、ついた。これねすごいんですよ。今回12色に色が変わるんですよね。皆さん、みさきいわさっていうロゴも入ってまして、この矢印ボタンを押していくと色変わってる。これお、真ん中ボタンで変わるんだ。あ、こういうことね。あ、わかりました。矢印を押して押すと、ここに次はこれがピンクですよってなるんだ。すごくないですか。これ欲しいよ私も。超いいじゃん。いや、いいですね。なんかペンライトあるじゃないですか。私も持ってるんですけど、そう色が変わるやつ。でも次が何色かあんまり把握してなくて変えるから、ピンクにしたいって思ってもガチャガチャガチャみたいになるんです。これすごいいいですね。で、あ、ピンクじゃなくて前のやつにしたいんだってなったら、ほら、なるわけだよ。あ、え、すごい。ちょっと待って、すごいことしちゃったよ私。これすごいです。次の色とかじゃなくて選べるんだ、ここで。すごくないですか。はい、大変優秀です。これ本当にいいですよね。私も普通に欲しいです。これ普通に需要あるので、多分私のファンじゃない人も、え、てか普通にいいですよこれなので、なんか中の紙とか取ってほしくないけど、私のファンじゃない人も紙取って使えると思いますよってぐらいいいです。これは高性能、素晴らしい。続いては私の今回の一押しの商品なんですけど、商品っていうかグッズなんですけど、商品か、アクリルスタンドなんですけどね。じゃじゃん。すごいクオリティが高くないですか。いいですよねこれ。日付もちゃんと入ってます。
でですね、これ組み立てるのが個人的にすごい楽しかったんですよね。こういう状態で最初は売ってるんですよ、これも。だからこれをこう剥がしていって、ここにこれも取って、でここにこう立てていくような感じなんですよ。なのでこれももともとはこんな感じだったんですけど、これですね、2タイプあるんですけど、22日と23日でそれぞれ違うんですよね。22日が、どっちですか？こっち？こっちが22日、こっちが23日らしいです。これすごいおすすめなので、ぜひ2タイプも飾っていただきたいです。あとですね、今回、オリジナルモーターも販売しております。私がですね、イメージキャラクターを務めさせていただいています、奥名倉川名水さんと、コラボしての商品になりますので、これもですね、今回、限定ですね、コンサートのあれなので、ぜひ皆さん、水分補給はこちらのお店でやっていただけたら嬉しいなと思います。はい、こう見るとね、すごい本当に今回もたくさんグッズ作っていただきました。ぜひ皆さん身にまとって応援よろしくお願いします。